こんにちは。ワノ国コスメティックの、ワノ国コスメティックです。今日は髪の毛が生えるのを持ってきました。もう本当にすごいんです。本当にすごく生えてるんです。それを皆さんに、ご紹介したくて来ました。本当にめちゃくちゃ生えてるんです。すごく生えてるんです。もうこういう方も、もう前髪が立ち上がるぐらい、こういうところが生えてるんですけど、これ本当に、皆さん、どんな、男性でも女性でも皆さん生えてます。で、一つ気をつけないといけないことが、老化して髪の毛が薄くなったり、細くなったりとか、抜け毛がひどい人たちの方が効いてます。まだ20代、30代で若いでもなんとなく薄毛になりたくない人たちの予防でもいいと思うんですけど、現実こうやって60代の方とかも、しっかり1ヶ月使うだけで、ここ、ね、生え際とかちょっと気になりますよね。生え際にしっかり塗っていただいて、朝晩塗るだけで、これだけ効果も出てるし、普通の育毛剤じゃないので、これ特殊な液体なんです。成分水100%なんですけど、水100%なのに、髪の毛につけると髪の毛が増えて、おでこにつけるとおでこがツルツルになるっていう、すごいなんか、なんじゃそらっていう感じでしょ？はい、50代の女性もしっかり塗っていただいたら、これ3ヶ月ぐらい経った後です。で、なんか45ぐらい過ぎてから気になりだしますよね。なんか髪の毛のボリュームが薄くなくなってきたなとか、こんなにいつもシャンプーするとき抜けてたかしらとか、髪の毛乾かしたときとかも、わあ、こんな抜けてたっけと思いますよね。私もめっちゃ思ってたんですよ。そして、まあ、この男性とかも、短い毛がいっぱい落ちてて、掃除すると結構大変なんだって言われてたけど、まあ、塗り出して大体1週間から2週間ぐらいは抜け毛がなんたって止まっちゃうんです。で、止まっちゃうけど、やっぱ止まっただけだとダメなんで、代謝を起こさないといけないので、まあ、髪の毛がこう、産毛が生えて、伸びて、太く長い毛になった後に、抜けていくっていう、このサイクルを崩しちゃダメなので、とりあえずそのサイクルにまた戻りますが、1年間使った後、頭皮が全く見えなくなったの。すごくないですか？もう。私なんかこう、撮りながら、本当にこれすごいなって思うんですよ。しかも70代でも生えちゃってるんです。70代のお母様。もうここら辺がもう頭皮見えて、ここの鼻の頭皮も結構あるじゃないですか。なんとなくまだ薄いけど、今ここ使い出して多分1年になるんで、もうちょっとしたらこれもう1枚パネル皆さん見ていただけたらなと思います。で、これ、中洲のママさんなんです。日本の飲み屋街のママさんなんですけど、ここ、あまりにも薄くなってたから、黒い色を塗ってたんですって。でも、これ、この写真じゃ分かりにくいかな。ここね、立ち上がってるんですよ。で、いつもこうセットしてくれる美容師さんが、本当に増えたねって言って、この液体、うちに買いに来たんですよ。このママの頭を見て。で、何より、この液体って日本の医療現場でまず使われてた液体なんです。でも、成分は、水100%。だから化学薬品入ってないから、安心して塗っていただいて、毎日塗っても全然体に害はありません。で、私もともとすごいアレルギー持ちだからいろんなものをこう使えなかったんですけど、なんか塗るとかぶれる、なんか塗るとかぶれるっていう感じで、なんか何塗っていいのかなと思って、私これ塗り出して、塗る前の髪の毛ってこれだった。このボリュームのなさがあまりにもひどすぎて、これ来年大丈夫かなと思ってた時に、これ見つけて皆さん生えるから、
生えてるから私も頑張って塗らなきゃと思って、ビフォーアフター撮りたかったので、撮ったんですよ。もう、これですよ。これだって3年前ですもん。で、数々のこの水まりの、液体は数々の賞を受賞しています。で、論文でも発表されて、もう日本でちょっと今ブームになりつつあるんですけど、うちが初めて化粧品として、スカルプ&フェイスウォーターとして、こうやって皆さんにご紹介させていただいてるんですけど、もう、この頭がこれです。4ヶ月後。もう、これ、うちのスタッフの旦那さんだったんですけど、お願いするときに、ごめんねって、スカルプウォーターで髪の毛が入るか実験したいからよろしくって頼んだんですよ。そしたら僕の頭ハゲてますかって逆に聞かれたんですけど、ハゲてるとは言いづらくって、いや、これがどれぐらい入るか見てみたいからでも今めっちゃ、僕ハゲてたんだって言われてました。でもこれぐらい生えます。で、女性の後ろ姿って意外と皆さんね、見られてるんですよ。だけど、自分じゃ見えないから、そんなに気にされてないと思うんですけど、実はこのお客様、本当は、これぐらい、渦のとこが、薄くなってて、1ヶ月後これぐらいになったんですけど、真後ろで塗り忘れちゃってて、これ。で、こう見てて、あれ？真後ろ塗ってますか？って、ここばっかり塗るんじゃなくて、後ろも塗ってくださいねって、お願いして塗り出したら、頭皮全く見えなくなった。え？これ、60代ですよ。こっち、後ろ姿20代ぐらいになってます。でも、水100%なんです。水100%だけど、じゃあなんでそんなになるんですかって思いますよね。水100%だけど、実は、体内の液体と全くよく似た液体を作っただけなんです。だから水の中でも成分が、ほら、カルシウムとかマグネシウムとかリンとかあるじゃないですか。バランスを組み替えて、人体の体の体液にそっくりさを作ってみたんです。そうすると、こうやって、70代の方の、じゃあなんで体の中の体液と同じようなの作ったらこうなるのかっていうと、老化現象を若返らせるように細胞を活性させるんですって。で、やっぱり年齢を重ねれば重ねるほど体の中の体内の水分もやっぱりこうバランス崩しちゃうじゃないですか。崩したら多分老化現象が起こってくるんですよ。目の周りにシワができたり、口の周りにシワができたりとか、髪の毛が薄くなったりとか。で、そういった細胞を元の20代の時のポテンシャルに戻しますよっていうのがこの液体で、本来日本の、皮膚再生で使われてたんですね。もう火傷した、人に火傷の跡が残らないようにこの液体を塗って病院で治療として使われてたんです。で、例えばその病気で、壊死してた手足とかにも塗って、壊死をそのまま元の皮膚に戻せるような液体なんです。でもすごい液体を私たちは、じゃあ頭に塗ったらどうなるのかとか、顔に塗ったらどうなるのかっていうのを実験して、こんなふうに。本来、だって、年を重ねるってこういう感じのね、リズムでしょ？で、これを急にここからこっち側で戻していきますよっていうのがこれなんです。本当はどんどん太かった毛が、年とともに薄くなっていくじゃないですか。でも、逆に、細かった毛を太くしようっていう、これ、細胞が元気になれば、そうなっちゃうんです。だから、70代の人でも、塗ったら細胞元気になっちゃって、生えちゃったんです。60代の方でも、こうやって生えちゃったんです。で、髪の毛悩みがあるじゃないですか。だから、皆さん何かしら塗られてますよね。トリートメントを塗って髪の毛サラサラに見せたりとか、頭皮にも育毛剤塗って髪の毛生やさせたりとか。これで女性だと髪の毛長いから、ここら辺にトリートメント夜シャンプーの後するでしょ？する前にこのお水をかけてトリートメントすると、お風呂上がりに別にクリーム、トリートメント塗らなくて、もう乾かしたらサラサラです。そして頭皮にもちゃんと使ったら、こんな20代のような頭になるんです。
もうね、画期的です。本当に画期的なんです。で、皆さん、なんか、で、これがこうになりましたよって、これ、本当に髪の毛が生えるから、なんてお伝えしていいのかなっていうのをずっとこう考えながら、私、やってるんですけど、すごいんです。ただ、使い方が、使い方をしっかりしてもらわないといけないんです。なんでかっていうと、成分水100%じゃないですか。で、水だから弱いっていう話じゃないんです。もともと頭皮の毛穴の中っていっぱい汚れが溜まってるんで、しかもそれが40代より50代の方かとかで、ね、溜まっちゃうわけですよ。で、その溜まったものを、この液体をシュシュってかけると、一瞬にしてその汚れ分解します。で、分解した後にもう一回同じとこにシュシュってかけてくれると、中の細胞たちを生き返らせるために、このお水が動き出します。めちゃめちゃいい働き。なので、チャッチャッチャで終わっちゃダメなんです。シュシュシュってかけて、シュシュシュってかけて、シュシュシュってかけて、何回もかけてから、もみもみもみってしないといけないんで、一番最初、本気であっという間にこれぐらい生やしたいなって、生やさせたいなって思う人は、1ヶ月2本使いをしていただいた方が早いです。本当に、少ない量使うより、この頭のこの大きさに合わせて、でももう薄くなるのってここかここでしょ？だから、こことここはしっかり塗ってもらって、この後ろはいいと思うんですよ、塗らなくって。後ろ剥げてる人いないからね。だから、本当に1ヶ月、2本使い、1ヶ月はね。でもその後は、月1本でいいと思います。でもこんなにぺちゃんこだったのがこんなに増えたんで、いや皆さんの良さを本当に知っていただきたいなと思って、こうやってるんですけど、今皆さん、これ、ご覧になられてる方、多分、ライブ配信でお安くなるんですよ。お安くなるけど、さらに、私、今、月に初めの方は2本使ってくださいって言っちゃったから、1本今日買われたら、もう1本私、つけて、配送します。本当に、今日は、それします。だって、いつもね、本当にあんまり見ていただけないのに、今日またたくさんの方が見ていただけてるんで。でも、月2本使い、1ヶ月だけ2本使っていただいて、その後から1ヶ月に1本、ちゃんと使っていただければ、皆さん、髪の毛は増えます。そして髪の毛の悩みがなくなりますか？髪の毛かけて髪の毛増えるだけじゃなくって、顔も引き上がっていくんですよ。頭皮って、頭って3分の2頭皮じゃないですか。で、頭皮が緩んでて、顔だけ引き締まってることってないんですよね。だからここまでこうしっかり塗っていただいて、ピッてこう引き上がるように、頭皮が引き締まります。で、だから顔に塗ったら引き締まるんですよ。顔に塗ったら引き締まるから、どっかありましたよね。私、本当にこれ、これ3年前の私の顔なんです。結構、まぶたもたるんでて、このフェイスラインとかもたるんでたんですけど、今、頭皮一生懸命塗ってるからかな？顔がこう引き締まって目が大きくなったような気がするんですよね。あと髪の毛ですね。髪の毛、超元気になってきてます。ね。髪の毛、これです。なので、こう皆さん、最初、本当に1ヶ月に2本ぐらい使わないとダメなんで、今日ご購入の方は本当に1本差し上げます。だから1本頼んだら2本来ます。で、一生懸命塗ってください。本当に生えちゃいますから。もう絶対これは画期的なものなので、張り切っておすすめしています。もうありがとうございます。皆さん見ていただいて。でも、じゃんじゃん水をかけて、じゃんじゃん髪の毛を生やして、そして、髪の毛の悩みから解放されましょう。そういうことです。じゃあ、ぜひぜひ皆さん、うちのサイトに行って見てみてください。ありがとうございます。見ていただいてありがとうございます。